はいどうも、渡瀬健志郎です。本日もトークやっていきたいと思います。違う、あれゴリラや。おお、岡武蔵君。ゴリラやな、岡武蔵君。久しぶり。違う、逆や。そうそう、はい、改めまして、はい、おふざけはこの辺でした。はい、渡瀬健志郎でございます。あ、岡武蔵でございます。ゴリラやないか。ゴリラちゃうわ。ゴリラやないか。ゴリラちゃうわ。ということでね、はい、今日は珍しくちょっとトークをねしていきたいなと。そうだね、はい、はい、僕のね、あの YouTube って外国人ばっかりなんで、うん、固くね、なんか英語で喋らないかんのかなってちょっとドキドキし始めたから、ちょっとフランス、ニュージーランド、アメリカ、インドとかの方が結構登録者が多くて、すごい。でもで、分かんないんで結構喋りをねなくしてるんですよ。ああ、うん、そう、だから神社仏閣だったり、うん、盾をやってるんですけど、ね、うん、だから分かんないから、で喋りが苦手だから、うん、そんなことないよ。いやもうね、本当に口下手っていうか、カメラに向かって一人で喋るのがすごい億劫。いやでも分かる。まあまあ最近はアップしてないけど、もうすごい、あれね、もうね、まずね1本ぐらい飲んでからよし、はいどうもって感じだったから、もうマジでもうそれぐらいじゃないとお客さんにそうテンション伝わらんからさ、まあ、でもうまかったですよ。いやいやいや、でも本当ね、マジで1本ガーン飲んでからよしとか言って、本当にもうこんな感じだった。馬乗っとんのか。馬乗ってないけどね、ほんでも本当そんな感じだったから。分かる分かる。一応でもまあリクエストがあって、うん、その岡武蔵さんとちょっとトークやってくださいみたいな、はい、ありがたい、そのリクエストがあったんで今やってるんですけど、うん、改めまして僕の戦友でもある岡武蔵君です、うん、よろしくお願いいたします。で、まあ、僕らの馴れ初め、まあ、僕も辞めましたけど、前の団体 で、うんうんうん、で知り合ってからもう 5年目とか。まあでもすごいね、よくしてもらって結構ね、団体出る団体、うん、はい、で今ねやっぱどこに行ってもやっぱ言われるんですよ、うん、その団体名の名前で何々 その銀髪の人だよね、あ、まあまあ、何々の、まあ、いつかも名前出して、エッチの銀髪の人だよね、まあ、エッチの逆手の人だよねって言われるから、うん、でどこ行ってもやっぱり岡ちゃんのツートップとか、ツーショット、うんうん、だから岡ちゃん、ケンシロウさんとか、あ、どこ行ってもね、最近も言われるんでね、うんうん、で、まあ、そんな岡ちゃんとね今日トークをしていきたいなと思うんですけど、うん、俺もトークあんま得意じゃないけどね今結構、うん、急にやしね、もうこれ撮るの急、もうね、そうそうそう、10分前ぐらいにこれ撮るよみたいになったから、本当にめっちゃ急やから全然何も考えてなかったしね、まあまあまあ、やばいね、まあまあまあってことで、うん、あの盾祭りまで、はい、あと1ヶ月そうだねっていうことで、ね、うん、まあ、盾祭りで武蔵君出るわけですから、はい、どうですか意気込みとか。そうだね、まあ、盾祭りは、俺らが初めて出た時から多分今年5回目で、5年連続5回目そうで、かつ盾祭りというイベント自体が10回目の、まあ、記念すべき、まあ、都市のイベントになるんやけど、はい、そうやね、だからやっぱり最初 それこそケンシ君と出会った、まあ、エッジに入った時に、その入った都市にはもう実は盾祭りのイベントに出るかどうかっていう話は実はあったんよね。あ、そうですね。そんで代表がチラシを持ってきて、こういうイベントがあるって言われて、でこのパンフレット見た時に、おーすげーみたいになって、で最初その、まあ、他の人から DVD を借りたりして、盾祭りの DVD、 自分らがまだ出たことがない盾祭りの DVD を見た時に、うわすげー、こういう世界があるんやと思って、うん、絶対出てーと思って、まあでもそのね、最初出ませんかって言われて、まあやって第4回の盾祭りやったのかな、うん、その時は、あ、じゃあそれが第5回になる。僕らが出たのが第6回からだから、そうだ、第5回のみたいなね、うん、第5回はまあさすがにまだまだ俺らで出れるレベルじゃないってなっとったし、まあほとんど団体としてまだ活動し始めたばっかりだったし、そうですね、だからまあね、最初は本当にもう憧れでしかなかったイベントに、次の年も全然ペイペイ、みんなまだまだ立て始めて1年や2年とかのメンバーでドーンって出て、でそこからもうだんだんその盾祭りの年数とともに自分らの経験もね、どんどん積んでいって、いろんな場所でイベントさせてもらうようになって、それでまあコロナ禍もあったけど、まあ去年も健志君とも一緒に出て、で今年はまあ正直ね、今年はまあ別の団体やけど、まあ5年間出続けられるっていうのはまあね、すごくありがたいことやし、ずっとこの盾祭りがあり続けてくれとるってこともね、すごくありがたいから、本当にまあ意気込みというか、まあ
精一杯やるのみかな。めっちゃ喋るやん。めっちゃ喋ってしまったごめん。これ多分編集でないから。ないないない。これしんどい、これしんどい、これしんどいパターン。申し訳ない。全部使ってもう。第6回は本当に緊張して。まあね、まあ無茶ぶりましたね。で今回第10回 の, そのプロモーションビデオが僕たちから始まってるんですよ、ね、うん、そうそうそう、また面白い。しかももう1年前のやつやろ、ね、多分今ここら辺にそれの動画を今上げてます。こっちかな、うん、僕白塗りで、そうそう、2人ともね、逆手で子供を背負って一瞬やけどね、うん、で第6回は本当に緊張した、初めて、うん、で第7回に出た時に3曲やったんですけど、1曲目が僕のちょっとメインパートがあったじゃないですか。ああ、疾風陣内やった。疾風陣内で僕が、まあ、出てって、懐かしい、言うこと分かった。やるんですいつも僕がそのパートを、まあ、逆手からいろいろ研磨するんですけど、うん、その時は特別で、カラミが入ったんですよ。そうだね。で、カラミが入ったし、傘もやってて、うん、多分傘の子たちが見えなかったんだろうね。うん、で、すごい遅くて、なかなか、全然終わらなくて、その後に、立て祭りの主催の大町さんを僕がよし行け大町みたいな、で大町さんが出てきたらも う, そうほとんど終わりかけで、まあ、あと5、6秒、あれは本当に、で大町さんが出てきて二刀で一振り二振り終わり相当ね、多分考えてくれたんだと。本来なら多分 2,30 秒あった尺を、うん、わずか5秒しかもゲストで読んでね、そうマジで主催やからね、行って、見て、タタ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 終わったどうしてもね、その後にこう別のメンバーがゴーって入ってくるから続けることができないもんやったからね、うん、もう本当に結構恥ずかしめを与えた感じに なっちゃって、アルゼンチン君のせいだねめちゃくちゃ申し訳ないいやいやいや、面白かった。で、次が、ね、第8回が僕らが白塗りか、え、その第、あ、そうか、でもその疾風陣内の時の次の次の年やな、あ、その次の年はもうらしい、そう、あ、そうか、もうそんなレベル、そんなレベル、で第9回が去年だから、あ、そうなんだ、そうかそうか、第3、あ、そうかそうか、なんかもうちょっと出とるように思えてしまうね、なんか、あー、まあ確かに濃かった、あー、でも立松は本当ね、もう袖に居るときからもうね、いいんだよね、あのいい緊張感と、すごいもう早く俺を出せみたいな、早く俺の出番来いみたいな、あの感覚が、その結果、うん、マスクをして出るという、そう一回それはあったそれは、去年かな、そう去年あのテンションもうだからもう自分の出番がもう早く来いっていうタイプで、もう立松の本当ね袖口すっごい、またね他のイベントとちょっと違って、こうすごいこうテンションが上がるというか、もう燃えてくるというか、うん、でよし、よし、やっと俺の出番やと思って、まあでも、その袖口体験の時は、まあやっぱ全員、コロナの時期でもあったし、全員がマスクをしなきゃダメで、で、そのままもう、そのこうみんなとよし、行くぞ、行くぞって言って、自分の出番になった人がこうマスクを外して、立っていくやつ。いや、違う、マスク預けてた。もう預けとったんや。袖に入る時に預けてたよ。あ、もうその時点で、袋に入れて。あ、そう、俺も。そう、だから袋に預け忘れてて、ずっとつけっぱだったんだよ。ああ、それは忘れるわ。まあまあでもそれでまあまあじゃあもし自分は全然気づいてなくて、それでこう宮地君よろしくってこうやってもう大体こうやって俺は袖とか舞台裏とかこうやってやるんやけど、よろしくよろしくって最後は代表に、代表目の前におって、代表お願いしますドーンってやって、このまま代表めっちゃ俺の顔見てやって、そのままよし行こうって言って代表で、その中それですぐ出て、でそれマスク全体見とったやんか言ってよと思って、そのままめっちゃ真顔でこうやって言って、すごいなんかこうちょっとこうシン君って子供を見るシーンでこうグーって見とって、うんってこんな感じで折って、うんってやってこっち向いた時に、あれ俺なんかマスクつけたままじゃねこれと思って、でもここでこうやって撮るのおかしいから、むっちゃカッコつけてこのままあのその代表と同じぐらいのタイミングで履けるのに、俺だけもうすっげえ早くこれはまずいと思ってすぐこう履けてそれ次のシーンが何事もなかったからマスク外して出たけど、ひどい。ただね、あのその1回目あの立て祭りでね2日間あるんやけど、その1日目でマスクつけとって、2日目はマスクつけなくて、で大体 DVD に残るのが毎年大体2日目だから、うん、DVD には残ってなかったから本当によかったなっまあ結果オーライ、まあ、とりあえず、まあ、オーライではないんやけどね、あ、まあ、そういうこともありましたね。ということで、まあ改めまして、じゃあ盾祭りの告知でもお願いします、はい、そうだね、盾祭り第10回目12月4号の2日間にわたって、今年も開催されます。
僕が東軍の、先鋒、東京浅草剣舞会エッジ四電流の、メンバーの一人として、僕は出ます。で、お次は剣士君は、西軍の時報時代劇や登録さんにて出演します。コロナ禍ではございますが、ぜひね、劇場の方に足を運んでいただけるとありがたいです。はい、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。